安国神社の境内に置かれていた北韓大将碑北韓大将碑は文読、慶長の役の際、朝鮮北部の義勇兵が日本側の加藤清正軍などを撃退したことを記念し1709年に環境道北部に混流されたとされる石碑である。環境道義兵大将碑とも呼ばれる。朝鮮民主主義人民共和国の国宝193号。 北韓大将碑には、朝鮮の義勇兵がいかに勇敢に戦ったかが、刻まれているが、記載されている戦闘が実際に存在したかどうかについては定かではない。石碑が建てられたのは、戦闘があったとされる1592年から100年以上後の1709年で、あるため、石碑の内容の信憑性は不明である。戦闘当時の双方の記録に、 碑文内容に該当する戦闘は記録されていない。この石碑は日露戦争時、急に本軍の将校が発見して、朝鮮半島から日本へ持ち帰ったため、靖国神社の境内に長らく置かれていた。しかし1999年頃から朝鮮の義勇軍の子孫を中心に返還を求める動きが出始め、2005年6月の日韓首脳会談の際に、 返還に向けての調整とされ、所有者である靖国神社は、もともと北朝鮮の地にあった石踏みであるため、かねてより、韓国と北朝鮮の間で調整が取れていることを、返還の前提としてきたが、同年10月、韓国側そして日本政府の要請もあり、韓国への引き渡しを決定し、移送されることとなった。韓国ではこれをしばらく新国立博物館に、 展示していたが、2006年の南北の実務協議により、この石踏みを韓国から北朝鮮に引き渡すことで合意し、同年3月に北朝鮮へ移送されている。唯一残っている、来歴理由を示す一時資料としては、アジア歴史資料センターに、加藤清正聖官記念皮下不出願の件が存在している。そこには、自国軍の忠義を称賛した碑文を刻んでいる。 記念碑であり、我が国にとっては好ましくないものである。よって、64出生軍において、これを発見した時に、この石踏みの存在が、日韓両国の親善の妨げになることが心配になり、混流した人の子孫の承諾を得て持ち帰ったと書かれている。中村九首料は、この一時資料とほぼ同じ見解を語っており、この記念碑を長ありするのは、 両国間の感情を愛するものであり、石碑の撤去を絶望するとの趣旨を、石踏みのあった地域住民たちに説いたところ、彼らも、少々の姿勢に感じ、少々に乗用し、三好師団長の外線の折に、同師団長に託して東京まで持ち帰ったものであるとしている。一方で、最初務は、日露戦争時に、日本軍は、戦利品がなかったため北韓対象費は、 格好の戦利だったのではなかったかと思われる。彼らを不愉快にし、また信じたくなかったことであることは、想像に難くない。としており、北島万事は、加藤清正が敗北したという史実を、朝鮮民族から隔離することを意図したもので、さらに、帝国主義は、事故に、都合の悪い史実を抹殺、隠蔽するために持ち帰ったものではないかと主張している。この石碑の返還騒動の際、 韓国の報道では、略奪された、北韓対象費、日程が強奪などと大きく報道されたが、上記のように一時資料では、混流した人の子孫の承諾を得て持ち帰ったとあり、何を根拠に、韓国の新聞社が強奪、略奪としたのかは不明であり、これを受けて、産経新聞は、返還を、反日利用かとの記事を掲載した。ありがとうございます。